先週ライブドアの株価は連日下落し、今年の最安値を更新している。そんな中、この方々からの保衛批判が相次いだ。今回のそのイテレビ事件というのも逆川の私は大変に疑問を感じます。金さえあれば何でもいいんだ、力ずくでやれるんだという考え方は今の日本のやっぱり教育の成果なのかな。さらに金融庁は堀江社長が行った時間外取引制度の見直し検討を表明。できるだけ速やかにですね、検討を進めていかなければいけない。四面楚歌状態の堀江社長、こちらも毎朝玄関前で記者に囲まれている日枝会長。堀江さんなんですけども、支配するつもりはないかと思って。あれ、そうですか、この前支配するっておっしゃってましたよ。金何でも書いて本書かれてないから、公的な人は言ってることに知りもたれていかないね。今後この局面をどう突破していくのか、今日も堀江門から目が離せません。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。堀江さんが出るのかという電話がさっとしたらしいけども、あ、これですか。はいはいはい、はい、まあみんな期待してるんでしょう。もちろん出ますよ。ところがね、はい、先週でなってこの1週間、はい、まあ堀江大バッシングというかね、これは、まあ、たまたまその産経新聞なんだけども、この政治家大臣たちがね、一斉に堀江批判してる。例えばそのこの島村芳信というね、農水大臣、金が持てれば何でもできる、それは自由主義体経済体制の大きな落とし穴なんだと。で、あるいは、キーマ、これは総務会長ですが、金さえあれば何でもできるという風潮を発動するのは良くない。あるいは、これは、官庁ですね、武部さん官庁、報道は社会の好機であって、他の民間企業とは違うんだと。自由競争原理、市場原理で報道が歪められる恐れがあると。報道っていうのはね、他の企業とは違うんだと。もうそういう議論もやめましょうよ。いやいや、だってこれからね、そのインターネットの時代になるのに、時代になるのにね、その放送法とかその古い考え方っていうのは本当にやめた方がいいですよ。これからグローバルの時代になってすごい競争になるわけですよ。そこを聞きたい。それから、片山さんという自民党参議院幹事長がね、放送がマネーゲームの対象にされるのは困ると。だったら上場しちゃダメですよ。そうなんです。総務省、幹部らに適切な対応をするよう求めたと。これはなんかね、社会主義じゃないかって感じするけども、いかし、まあいろいろあります。吉野香織さん、与謝野香織さんというのは、お友達だけども、法の網の目をくぐり抜ける、行為を事前相談に基づいて行った弾圧高い、まあ、今のは多分あれでしょうね、市場外取引を、そういう大量でやることが、市場外取引は年中使ってることなんですけどね、今回のようなことでやることはどうなのかということをおっしゃってた。これだって以前からいろんな会社がやってることなんですよ、もともと目的はちょっと違う、ね、いや目的、こういう目的でやったことあるんです、うん、以前にも、うん、調べてみれば分かりますけれども、証券会社の買収の時とかにこういうことを使ったことあるんです、いろんな会社が、うん、それね、しかもね、経営者がね、これは山口信夫さんという、うん、西尾の回答ですが、資本主義の悪い面が出てきたと、うん、まあ、こういうバッシング一斉にあるんだけど、まず堀江さん、いや、そういうの全然気にしてないんですよ。気にしてないのはいいんだけど、うん、なんでこんな悪口があるんだと思う。知りませんよ、そんなの考えたことない。うん、全然考えたことないですね、うん、これからそんなことを議論するよりも、うん、我々はその明るい未来、これから先のことを、うん、真剣に議論した方がいいと思うんですよ、うん、放送とインターネットの未来なんてことは今回の中で誰一人として話してないじゃないですか、うん、僕そのまま聞きたかったんだけど、うん、まあ、今度のあなたの試みが成功したとして、はい、日本放送の株の関数持ったとして、うん、でさらに、フジテレビで影響力が出たとして、うん、でインターネットと放送の将来的な融合ってこと、中身は何もねんだよな、具体的には何も、具体的には何もしない、すでにも我々やってるんですね。例えばこれちょっと別の経済番組ですけども、うん、例えば騙し首相が騙してるにして、うん、でそこで携帯とかインターネットを使ってその番組中にアンケート、まあ、5分10分で取ってそれをそのまま首相にぶつけるとか、うん、それ今の番組でもやってるよ。もでもこの番組やってない。そうですね、この番組やってないと、この番組やってますよ。そういうことやってる番組もあるけれども、全然やっぱり活用の度合いがね違うんですよ。ちょっと堀江さん、この最後の話、今と整理したんだけどね、この堀江さんの今の取引はね、資本主義の悪い面が出てきたって。あのね、これ結構話複雑なんですけど、まあ普通で言えばですね、これ上場会社の買収ですから 30% 以上の話なんで、公開買い付けをやらなきゃいけないわけですね。でも時間外取引はいけない。いや、時間外、そうなんですよ。時間外取引というのは認められています。場の中でやりますと、急に大きなブロック、塊の売り株と買い株が出てきて、いろいろうまくいかないんで、前の日までに告知をして、翌日の朝8時20分から9時の間に、やりますよと。で、売るなら売るのはこういう株ですよ、買うのはこれだけですよって、他の人が売り買いもできるようにやる。これはただ、これはあるんだけど、それはどっちかというと、例えば銀行がこれまで持ち合いをした株を持ち合い解消で新たな株主に買ってもらうときなんかに使ってたわけですね。で、今回のような買収絡みでですね、やるということになると、TOB の精神というのは損なれちゃうわけですから、そこを問題にするんでしょうね。POB の精神がそんなに前からこういうことは、そのだって持ち合い解消だって一つのその再編じゃないですか。そうだ、まあ、買収っていうのか再編っていうのかの違いですから、そんなところを今更問題にして、我々の問題が出てきたからみんな過剰反応してるだけで、これまでいろんな会社がやってきたわけですよ。それちょっと違ってね、やっぱりそこを論点にしたってしょうがないでしょ、うん、今回の件また問題は、まあ、それ論点にしないっていうのは、まあ、違法じゃないよね。いや、ね、はっきり言うとグレーです。これは金融監督庁もグレーだと言ってます。我々でも事前に相談してますからね。いや、金融監督庁ってのはこういうことに関して事前に相談された時イエスとかノーとは言わない。いや、彼らは絶対言わない。それは裁判所が決めることですから、彼らは必ず言いますから。それは僕が解説しますよ。堀江さんはね、その今回リーマンから800億調達する前に、くれぐらいから結構いろんな外資系証券に声かけましたよね。かけましたよね。かけてないですよ。そうですね、今資金調達、かけられたっていっぱいいるわけだから、でそのすぐ進んじゃダメなんだよ。いろんなところに調達をね、依頼した。ところがあまり思うほどの金額は出なかった。最終的に、僕らはゴールドマンサックスが多分リーマンに移った投資銀行マンがいるんですけども、その彼がリーマンでならこの案件ができるということになったんですよ。それはリーマンブラザーズは引き受けるという点でものすごいリスクを背負うわけですから、他の投資銀行がノーだという案件を飲む以上は絶対に成功させなきゃいけない。リーマン自身が儲けなきゃいけない。そのためにそこにギリギリのね、そのグレーゾーンなんですよ。でも違法ではない。グレーってあんの？グレーはないです。だってね、ちょっと待って、これをまるでね、グレーって言ったら、ね、半分悪いってことなんですよ。そうですね、半分悪いの。そういう点では違法ではありません。違法ではないんだ。
その点では違法ではないところを、それはアメリカの投資銀行がきちんと数字を通してやったんです。これはあまりにも意外だったので、監督省側もびっくりもしたし、不快感も示すと。で、政治家の人たちに対する批判というのは、これ本当に筋違いで、どうにかすれば、政治家なんてですね、本当に政治銘柄使って、市場を使って、あ、どれだけ今までお金を稼ぎ出してきたのかって、それを今回に関して市場をねじ曲げてるっていう、この批判は全く当たらない。政治について以外にはね、やっぱり1億円のね、あの歯医者さんから金もらってね、闇献金してると。これ言ってみやね、金で政治を買ってみたらいいんじゃない。そうですね。それがね、なんかね、金で何でもできるなんて知らんっていうのはね、なんか自分のなんかこう、なんていうの、まあ、だけどそれはしょうがないよ。政治家とマスコミってのは自分のやることは金にあげて人を批判するっていうのが僕は考えません。だから言ってんだけど、まあいや、もう一つ、社会の好機だと。社会の好機をね、マネーゲームにしなきゃいけないとか言って、別にマネーゲームにしてないですよ。我々は社会の好機をより良くしようというふうにして考えて、いろいろ提案をしてるわけじゃないですか。具体的な提案ないとかって言いましたけど、私最初の記者会見の時に、まず一番大きなところってのはポータルサイトと放送局の融合だっていうふうに言いましたね。社会の好機がこのままだと、今はすごく儲かってますけれども、5年後10年後分からないですよ、正直言って。ビジネスモデルは急激に変わってますから、インターネットの方にどんどん来てるわけですよ。それね、送ってもらったあなたの会社の、ホームページにアクセスすると、はい、その方向性っていうのいろいろ出てるけど、はい、ただ正直言ってね、あなたのおっしゃってることは方向性出してるけど、極めて抽象的な言葉で何も言ってないとは言わないけども、何かイメージができたり、こう、少なくともドリームとかビジョンね、戦略とかそういう高級感なんとかまでいかなくてもいいんだけど、その手前も言ってないよね。あのフワーンとしたこと言ってるだけで。フワーンとしたことに見えちゃうんですよね。いや、見えちゃうというより、それは聞く人の問題だって言ったんだけど。ちょっと、堀さん、そこやんとこだって、それ後やりたいんで、はい、今の社会の好機をね、こんなことが消したんってどう？あのね、まずね、そういう放送等については、外人株主が 20% を持てないようにというような規則があるんですよ。これは何も読んだりじゃなくて、ほとんどの社会が持ってますね。だから、今ね、もっと言うとね、例えば、リーマンから金を借りてる人とね、間接的にね、社会の好機は別に支配しようと思ってないですよ。いや、だけどちょっと待って、堀江さんが日本放送なり、フジテレビの方も消しからんというは誰も言ってないと思うんだよ。社会の好機を誰でもしなきゃいけない。それはね、ちょっと言い過ぎなんだよ。なんでかったら、堀江さんは日本人でやって外国人じゃなくて、日本放送もフジテレビも上場されてるんですから、それを株式を買うことも彼あなたの柔軟性。いや、もっと言うとね、社会の好機でね、マネーゴミにするんだったらね、やっぱり放送や新聞が上場するんだって話。そういうことですね。堀江さんおっしゃってる。そうです。そうです。しかも、その今回対象になってフジテレビ自身が、そのかつてのそのオーナーファミリーの影響力を落としたいって言って、いや、上場して、上場して、市場から新投資をして、それいいように使ってるわけだから、よそから買われるときはノーだって、これやっぱ通らないですよね。例えばそのデジタル化に投資が必要だとかね、そのBS放送局みんな作りましたけど、本当は多分必要ないんですよ、それも。で、デジタル化じゃなくても、もういいんですもん。今のアナログテレビでインターネットを使えば同じことできるんですから。そう、あのね、今どこにも BS と持ってるんだけど、ほとんど赤字なんですよ。あれね、みんなね、防衛的にやってるだけなんですよ。どれがどうなるかって読みが仕方ないもんだから。だから BS も CS も何もかも、なんていうかな、ペタペタペタって、あ、保険のつもりで、そうそう、それだけなんだけど。テレビっていうのは大体こう流し視聴するものじゃないですか。その前のめりになってやるの、パソコン前のめりになってやりますけど、あのテレビってこうやって見るわけですよ。そうすると、こういったものが相互構成にはそぐわないわけですよね。相互構成はやはりその、パソコンの方でやって、パソコンとか携帯でやって。ただあなたにもおっしゃったようなパソコンとかテレビっていう概念もね、もうそろそろ古くなってきてね、これからデジタル家電の時代になると、何がテレビで何がパソコンになりと、僕はむしろ定義する方が難しくなってくると思うけどね、完全に動かされること私は言いますけどね。堀さんね、今の小泉内閣が規制緩和とかね、行動改革、変えてこう変えてこうとした時にね、この人がね、一種問題提起したからドーンと変えようと、その時にどうして政治家が急にね、守ろうと。この海洋としてをね、追い出そうとしてるんだよ。それはね、やっぱりね、なんていうのかな、いくつかあると思うんだけど、一つはライブドアっていうのが新興勢力であるから、それで、まあ常識的ではない手段で、資金調達、まあ株式1万倍に、10倍、100倍、10倍って増して、1万倍に希釈したら、あの、株式がないから、分割ですね。分割さんで1万倍やったんでね、一番分割やった。株価ってのはそれについてきてるんだと思うんですよ。僕は悲しくそんなに、なんでだったら、あの、リーマンブラザーズなんてオタクの転換社債引き受けるとなかったら、直ちに空売り入ってるじゃないですか。オタクが成長してるんですか。いや、まだ1日目上がったんですよ。いや、空売りが、あと1日だったけど、金曜日だってまた、あの、ものすごく下がってますよ、オタクの株。僕は物は整理したいと、堀さんには一方的な話じゃない。今ね、例えばその、今度例えば会社法をね、施行したでしょ、6月から。これは外資をね、どんどん呼び込もうと思ってね。そうです。呼び込もうと思ってる政府がやってる人たちが、こう、外資が入ってくのは消しからんと思ってないんだから。それはね、森さんなんかは今度の新しい法律の改正の意味はね、悪いけど分かってないと思うね。っていうのは何が起きるかったら、今の森さんぐらいの話じゃなくて、もっとスケールの大きい話出てるだけ。トヨタは外資会社じゃない。外国の株式でトヨタやソニーを買いますと、簡単に買えますよ。買える状況が来るわけ。そんな時にね、日本放送なんだなんだね、外資消しからんなんて言ってる大臣はね、もう大丈夫だよ。インターネットとラジオ、テレビっていうの全部一つの大きな強力なグループにして、外に打っていこうっていうふうに私は考えてるわけですよね。まあそのこと自体はそんなに、あの、新しいアイデアなんでもないんだけど。あ、誰もやらなかったじゃないですか。新しいアイデアじゃなかったかもしれないけども、堀江さんは問題できたわけだ。それでまあ既存のね、勢力が大騒ぎになってる。これよかった。で、CM さんで、じゃあ堀江さんは一体ね、この勝負に勝てるのかどうかと。これをね、みんな視聴者はね、堀江は面白いと、あるいは面白くないって言わんけど、一体勝てるかどうかってことを CM さんで言います。さて、この1週間のこう動きを見てみました。ちょっとアップでこれくださ い、はい。まずこの1週間でね、ライブドアの株価がね、非常に下がっていると。450円から323円下がったと。これはつまり、みんなその、あの、株主たちが、投資家たちが、ライブドアはやっぱ先行き暗いと見てるんじゃないかと。この辺、堀江さんどうですか？そういうわけではないと思いました。だって、どこで、どういうところで我々の先行きが暗いというふうに断定されるんですか？それは本業に身がないから、今までを繰り返して。本業に身がないっていうのは、それは決めつけでしょ。本業になんで身がないんですか？我々、何百億も売り上げてる会社ですよ。買ってたんじゃないですか？そんなことないですよ。調べてみてください。調べてください。小児科事務所にしよう。どこが買ってきたんですか？それで、じゃあ、それちょっと言い過ぎですけど、あれだけ来たけど、株主がこうやって売ってるのが、
先行き非常に明るいからこういう。逆にね、うん、その先行きが、うん、暗いというふうに断定されるのはどういうことですか。いやだから先行き暗くなっても少なくても今やってることを評価できないと、うん、反対であると、うん、いうことで、まあ、今のと考えてると思いますよ。専門的になるけども、リーマンに出した転換社債を、ああいう下方条件付きの転換社債っていうのは、それフジテレビも同じの出したのご存知ですか。フジテレビ、もう山田証券に MSCB ですよ。同じですよ。我々は条件悪いですよ。やってみたら分かります。我々は2番目にやろうと思ったけど、いやそれなんでそっちの方が、つまりこの323円がね、また明日からね、もっと落ちていくんじゃないかと見てる人が結構多いと思うんだけど。いやそれは市場の動きだから分からないですよ。はい、これもちょっとね、ちょっとね、今聞いてらんないところがあって、これ専門家でダイリューションって言うんですけど、要するに株が増えて、下です、薄まっちゃうねと、単純に言えば1000株発行してるところに100株新しく株が出ると、10% 株増えますよね。自動的に株は 10% 株価が下落するって論理的には、この原理なんですよ。その原理がね、でそれが3割でね、そう3割で、この辺が今、そろそろ限界で、で、この辺がいい。で、僕は納得いかないのは、本人分かってって言わないだけなんでしょうけども、リーマン・ブラザーズは今回、その転換社債という形でお金を調達させてるんですよね。ちょっと待って、今、なんで我々の転写ばっかり議論に出てきたんですか。なんでフリーさんの、だってフジテレビさんも同じことやってるわけですよ。発表証券、大和証券に引き受けさせて、リーマンじゃなくて大和ですけど、彼らの方がその CB の条項的に言うと、悪い条件出してるんですよ。でそっちの方はなんでこう議論にならないんですか。あれ、私の方がないからもね、要するにフジテレビはね、手元流動性が1300億あって、うん、あの日本放送解禁の約2000億見て、うん、で余裕見て800億円の株価の転換社債を出してるわけ。いや、放送法が外資のリーマンにするための800億なんですよ。それ出してるのね。ちょっとリーマンで言うと、そのリーマンが、この800億円。これを議論してどうするんですか、一体。あれは株価を議論してないでしょ。そう、大丈夫ですよ。あのね、みんなその新聞も全然分かってないんだけども、結局800億円、ライブドアが調達してですね、全部株に買えるわけですよ、リーマンが。で、実際今回、ライブドア側からリーマンに対して貸し株って行われていてね、リーマンはこの株を売ってるわけです。これは実は証券市場では僕が当たり前の話で、ちょっと勉強したわけですよ。要するにね、リーマンブラザーズは自分の損しないように、まず株を借りといて、これドーンって今の株価でライブドアの株売っちゃうんです。そうすると、いずれ転換したに変えられるときにライブドアの株価は下がるってことはもう誰もが分かってるんですよ。だから下がったときに転換をして、たくさん株を取って、それをライブドアにそのまま返すと、こういう仕組みになってるんですよ。それは実は、今の高山さんの意見で一つ聞きたいのはね、さっきのところでね、そのリーマンがね、ライブドアから借りてる金を、いや、あの株を890万株売ったわけですね。5分の1まで売ってないんだけど、約5分の1。5% です。4500万株あるんだけど、4600万株。そのうち売ったのは890万株だから、まだ3900万株。じゃあこれは CB が発行されるまでのつなぎなわけですよ。これは返されるんですよ。CB は。24日に CB が発行されるわけです。それまで我々はブリッジローンを受けてるわけですよ。その間の貸し株なんですよ。で、24日に貸し株全部返すようになったやつになったんですか。そういうことなんです。全部。基本的にはそうです。転換して返してもらいますよ。いや、基本的にすいません。私の 100% ね、嘘言っちゃダメでしょ。そう、まずいよ。嘘言っちゃいけないでしょ。だからちゃんと返って、それは確かめますけれども、基本的にはそういうことなんですよ。それは しょうがないですよ。だからこれは投資銀行の常識やつをつなぎ融資したらまずドンと売っといて利益を確定しておいてヘッジをする。うん、これもイロハのイなんですよ。イロハのイなんですよ。ということは、ライブドアの株価が確実に下がっていくということを社長としてそれが分かっていた場合、ライブドアの株価が下がる。ちょっと待ってください。株価が必ず下がるなんて分からないですよ。相当上がったじゃないですか。1日目、2日目上がってましたよね。じゃあなんでこれ上がったんですか。売ってないでしょ。でも売るか売らないかなんて分かんないでしょ。我々はちょっと言わせてください。これだけは我々は貸し株をしたこともね、CB が発行されることも全部プレスリリースして開示しましたよね。初日に開示したとかね、開示しましたよね。で開示した直後上がってましたよね。じゃあこれは必ず下がると思うんだったらなんで上がるんですか。で一日使う株価の動きを言ったらしょうがないでしょ。だってそうじゃないですか。あなたは必ず下がると言った。だから必ず下がるんですか。それは違いますよね。投資銀行の1日目2日目は上がりましたよね。ダメだって言ってんの。1日目2日目は上がりましたよね。じゃあこれに対してどういうふうに説明しますか。そんな知りませんよ。だって知らないとあなたが言ったら投資銀行の動きを知らないってことで、株価の動きなんて分からないでしょ。普通は分からない。だから今回だって初日1日目2日目上がったでしょ。ね、なんか分かりましたか。これは分かるんだから市場じゃないですよ。それはだからフレーザーね、その通りなんだよ。それはあなたも正しいけども、うん、ただ今週で言うと、うん、今週で言うとリーマンはまだあなたが預かってる株が3500万株あることは事実なんで、3500万株、はい、ね。それでその返す期限はちょっとあなたが気分からないですけど、いや159円で最後調達できるんだもん。お宅からの転換社債は下方条件ついてるから、それは難しいんだから。前の株価下げたいな。あなた僕は下げたいんじゃない。でもこういうふうに言うと僕は下がる。お宅の株価も触ったことないから上げたくも下げたくもないけど、僕が言ってることは今週何が起きるかったら、リーマンの動きは明らかにこういうふうに動き始めてることは事実だから、今週はリーマンが株を売るし、その一般投資家が失敗するから、売るっていうふうに何で分かるの。売らなかったらどうしますか。 100% 売らなかったらどうしますか。売らなかったらどうするの。あなたは売るって言いましたよね。予測で売るって言いましたね。天気予報と同じようなもんでね、ピーカンなのか雪なのかみたいな違いがあって、その間にちょっと何か出るんですか。断定的に言ってるじゃないですか。それはひどすぎますよ。9割売るってあなたが言ったら市場はそれを聞くでしょ。だってあなたが信用性ないでしょ。信用性ないです。ないんだったら聞かないじゃない。それはね、それはやっぱりテレビで怖いですよ。もう一つ聞きたい。もう一つね、やっぱり視聴者が一番関心を持った村上ファンドってのはね、一体堀江さんの味方なのかそうではないのか。彼らは味方でないじゃなくて高い方に売りたいわけですよ。それだけです。いやそれはね、そう簡単じゃないんだ。それは僕もね、村上ファンドの人と昨日1時間、一昨日か1時間
回話したんだけど、もちろん建前はファンドマネージャーだから、富士川でも堀江さん側でも高く言ってきたものに売ると。そう筋だよね。そうは言うけど、村上ファンドもね、売った後から翌日から休業するわけじゃないんだ。日本舞台でまたやっていくわけですよ。その時に、合ってるか間違ってるかは別として、元総理大臣からいろんな人がですね、こう反対してる中に、おいそれと売ったら、なんだ村上も堀江と一緒なんだと。俺は政治家の足を見たらまさに。いや、村上、いや、だから、エナンデコンサルって言うんだけど、村上の会社としてはこっからの判断は、お金儲け上難しい。そうすると、先週政治家たちが、大臣やいろんな人たちが、堀江さん悪い悪いっていうのは、村上に、つまりね、圧力をかけて。まあ、ければ村上ファンドと大和証券に、堀江さんに売らない方がいいよと言ってると解釈しても間違いじゃないですね。あ、すごいな。それは、いいことが悪いんだよ。これはね、公共の電話で言いながら、いいですよ。いいですよ。さっきからすごく言い過ぎた方が多いですよ。違う、これ言い過ぎじゃない。政治家は圧力をかけてるって言ってる。そしたら次からできなくなりますよ、ファンド。政治家のことに対してちょっと言い過ぎじゃないですか。ちょっと待って、それは言い過ぎですよ。で、もう一つ、団体的な表現が多すぎる。多すぎる。政治家関係ない。さっきの 90% 売るっていうのもおかしいと思う。まだ来週姿でこれ月日がそうだったんですか。谷脇さん、はい、谷脇さんはこれ今のこう聞いててどんな感じですか。私はこの個別の取引についてはどうこう言うつもりはありません。ただ今までのご議論にあるようにですね、昔といろんなメディアの環境も変わってきてる、あるいは外資のあり方も変わってきてる。そういう中でメディア規制が今までの通りでいいのかどうか、それからまた証券取引所のその公開買い付けといいますか、ああいうルールが今まで通りでいいのかどうか、そういうあたりは政治家としては関心を持っておりますし、十分検討してもらわなきゃいけない。つまり状況は変わってきたんですよね。堀江さんみたいなこういう人たちがね、出てきてこういう問題提起するとあまり予想してなかったわけだ。面白いも面白いというとちょっとまた私から怒られるかもしれませんが、大変重要な問題提起になってると思います。それは、ね、問題ですね、はい、それに対してどうするか実はよく分かってない。でやっぱり規制の勢力はこれは良くないと、排除したいと。ただね、規制勢力もなんぼなんで、僕はどうしても今日堀江さんに聞きたいことなんだけど、はい、あなたは自分のやってることが間違ってないと、うん、正しいと思うんだったら、うん、なぜもうちょっと他の人からも共感を呼ぶような説明だとか態度とか、うん、をしないの。毎回そうじゃない。いつも敵に回されちゃってる。いや、全然分からないんだな。もうどうしてさ、うん、もうちょっと、だから、それは良くないんだから、それはちょっと悪いですけど、それはおかしいです。だって君はちょっと言ってもらえない。会社株を引き返してもらって、俺な、教えてくれないじゃん。教えてもらったら、教えてもらったら、教えてもらったら、大事なことじゃない。大事なことですよ。基本的には返してもらうことになってるわけですよ。だって24日だと思いますよ。じゃあ24日なんだ。転換謝罪が発行されるときに返してもらうことになってるわけですよ、基本的には。そう、基本的にはってことだよ。それにしてもね、今、谷口さんなんか問題的だって言ってるわけ、もうその通りだと思う。共感を呼ばないようなやり方をしてる、例えばどういうことが一緒に言えるんですか。やっぱりね、例えばいろんな人がいて新しいことをチャレンジしてきた人が今、あなたが初めてじゃなくて、もちろんもっとたくさんいるわけで、ただあなたがやろうとしてることの目的は何であり、で、そこへのアプローチに具体的なこういう考え方とか、こういう方法論とか、そういうものがね、見えなくて、お金でやるところだけにスポットライトが当たっちゃってる。これが僕やっぱりね、やり方として。スポットライトの当て方がおかしいじゃないですか。いや、それ、それ常に言い方があって、スポットライトの当て方がおかしいって言い方もあれば、当たり方が悪いって言い方もあるんだよ。ちょうど株価がおかしいんじゃないのって言い方もあれば、ちょっと待って、ちょっと違うと思う。やっぱりスポーツライトの当たり前おかしいよ。うん、だってそのさっきの言った、TGF もね、CS なりやった、CS なりやった、わかんないでしょ、ね。で、それからね、お金でね、やりとりするのはマネーゲームはよくないけどね、みんなマネーゲームやってるじゃないか。在宅やってるのはマネーゲームじゃないですか。そうそう、マネーゲームって言うと、市場が否定されてしまうことになりますよ。だからそれでもいいんですか。株式市場からやめろって言われてしまうから。ライブダウンね、が特殊なケースで僕はないと思うんですよ。実はこれは始まりでね、で今回この構図というのは資本の歪みでしょ。あれ国土と政府の歪みと本質的に同じわけですよ。こういう資本の歪んだところにどんどん攻撃が起こってくるって、これはまさにここから始まっていく話で、これは浄化だというふうな捉え方だってできるんですよ。まさにそうだね。こういうふうに僕はこの現象を見るべきだと思うんですよ、ね、これはね、徐々なんですよ。今まで我々は資本主義とは言いながらですね、日本的な経営をやってたけど、そこはそれは何かというとお互い話し合いをして、いや、納得作りやるわけよ。ところが堀江さんタイプっていうのは、アングロサクソンユダヤ人が中心に作ってきたグローバルスタンダードですよ。話し合いのようなどう見るんだ、相手は嫌いでもいいんだ、俺の方が効率を取ったら貸したそういう時に意外にもなんか言うのはね、下げたって そういう問題じゃないですよ。別に私たちは外国のやり方を真似してるわけでも何でもなくて、普通に市場のルールに従って淡々とやってるだけですから、それをユダヤだもなんだもっていうふうに言うのは形があるじゃないですか。違う、またユダヤの差別だ。まだ論議は始まったな。これで終わりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。GDP は3期連続マイナス成長、日本経済はどこに向かっているのでしょうか。はい、谷脇財務大臣に迫ります。